新型コロナウイルス感染症対策担当大臣の西村康稔です。ホテルなど宿泊療養施設の確保の取り組みについて私からのメッセージです。現在陽性者の方が増えていますが、若い方の割合が高く、多くの方は症状が軽い、あるいは症状がない無症状の方々です。ただしこの状態が続けば、入院の必要な中等症、重症の方が増えるため、軽症、無症状の方々にはホテルなどの宿泊療養施設で療養いただき、健康観察をさせていただいています。必要な医療提供体制を守り、命を守るためにも宿泊療養施設の確保が非常に重要です。自治体や厚生労働省、観光庁がしっかりと連携し、速やかに確保していきます。必要な場合には国の施設も提供いたします。症状の重い中等症、重症の方は病院で、軽症、無症状の方はホテルなど宿泊療養施設で療養いただく体制を国としても確保し、命を守ってまいります。